ハイアイルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。これは木こりがいた感じがするんだが、なんかいるなあそこにやばそうなのがいるな。まあいいや。完全にこれあれだね、伐採してった途中だったと思うんだけど、なんかいないね、木こりが。なんかあったのかい？まあいいや、いないんだから仕方だ。なんだろうあれ、マグマだね。あれ別にでもこれあれだね、火山の裂け目ってわけじゃでもないし、なんだこういうのがちょいちょいあるってことなのかな、このちょっと待ってね、あれだ、スキル上げに使ってんのかなこっち側は。ちょっと待ってね、そんな感じだな。なるほど。だクエストの報告はこっちで受ける、戦闘はこっちだと、そういうことね。いい場所だな、ナビール城。すごく絵になるね。ここでサムネ撮るか。ちょっとミッリーこっちだ。ミッリーこっちに歩いてこう。そう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 。あ、いいね。あ、よしよし。ちょっと雨降ってるけどいいかいい絵になるなこれはうん、戻そう。ゼロないか、ゼロない、ゼロない。さてと、まずは娘は取り乱し部屋に立てこもったって話だ。ワクワクする状況だな。呆れた話ね。イソベルが取り乱すのも無理ない。かわいそうに。ちょっと NPC の声が大きすぎる。こんなもんでどうだ。だいたいミンディでテストですよ。何か面白いことがあるといいね。いいんじゃない？うん。レディー・ヘンレッター・ランセ。最新の噂が聞きたければレナードと話して。うん、私は話さないわ。すごいすごいおしゃれさんだねレマード・デフレイ。ナビール城のトーナメント会場に何の用だ。それより聞いたか、騎士団長がサファイアトーナメントの優勝者に娘と結婚する権利を与えるそうだ。みんな驚いてるぞ。なぜこれがスキャンダルになるんだ。オーレリアはもう何年もハイアイルで最高の花嫁と言われていたが、結婚するとは誰も思っていなかった。どうも騎士団長が無理強いしているらしい。騎士団長の娘は断れないのか。できるわけがない。そんなことをしたら母親、騎士団長に対する大変な侮辱になる。それにオーレリアはいい子だしな。それからオーレリアの友人イソベルがトーナメントに出るそうだ。母親の束縛からオーレリアを解放すると誓ってな。成り行きから目が離せんよ。分かった。手伝おう。イソベルに手を貸すのか。イソベルがトーナメントに勝てばオーレリアは史上最短の婚約から解放されるだろう。楽しみだ。イソベルに繋がるんだここ。でもこれあれだよね、関係ないよね、中だもんね、ナビール城に行く。まあでもとりあえずイソベルをどうした。こんにちは、シストルスの衛兵。何なの。かっこいいよなこの鎧。早いとこ追加されてくんないかな。この体験とかもなんかこう質素でいいな、すごくいいね。まあまずはイソベルだ。すげえいい城だな。すげえいいんだよな。もうそれしか言えない。もう語彙力なさすぎて申し訳ないけど、もうそれしか言えない。すごくいいの、とにかくすごくいいの。あ、いた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 、いましたよ、イソベル・ベロウィーズ。心配するな、私がどうにかする。いつものように。悪いが今は話しにくいんだ。友人のオーレリアが大変でな。母親が勝手に彼女の結婚を決めてしまって、どうにかして逃げられるようにしてやらなきゃならない。君は有能そうだな。私に手を貸してくれないか。それで誰だお前は。ああ、すまない。私はイソベル・ベロイーズ。騎士団を目指す従者のための大会、サファイアトーナメントの出場志願者だ。なるほど。オーレリアの母親は騎士団長なんだが、その軽率にも娘との結婚を商品として提供したんだ。どうやって友人をその約束から解放するつもりなんだ。そうだな、志願者は通常試練のいずれかに挑戦することになっている。だがもし3つ全ての試練に勝利できたら、騎士団長も私の望みを叶えるしかないだろう。オーレリアを母親の約束から解放できるはずだ。どうだ、私の改造人になってくれないか。分かった、手伝おうイソベル。八大神は私を見放さなかった。改造人が辞めてしまったばかりで、一人で挑まねばならないと思っていたんだ。なるほど。よし、島には騎士団が3つある。まずどの仕事から始めるかを決めよう。3つの騎士団と言ったな。どんな騎士団で何を指したいんだ。ハイロックはどこもそうだが、シストレスでも騎士団は民衆の誇りなんだ。サファイアトーナメントには3つの騎士団を迎える。アイアンノット騎士団、オーク騎士団、アルバトロス騎士団だ。アルバトロス騎士団、アホ踊りだぞ。アイアンノット騎士団について知っていることは。彼らは勇ましい戦士であり、優れた騎手だ。サファイア騎士団の中ではアイアンノットが一番伝統的な騎士団に見えるだろう。試練はレッドハートという失われた剣の絵を見つけること。レッドハートは初代デュフォート公爵の剣だ。デュフォート公爵で、剣はどこで失われた。デュフォートの領地になる前のこの土地のどこかだ。絵には粗くカットされた巨大なルビーがついているから、見分けるのは簡単だろう。なんかちょっと高そうだな。城の蔵書庫で捜索する場所のヒントを探すべきだと、前の従者のベルジョに勧められた。ベルジョで、アルバトロス騎士団のことを教えてくれ。ああ、八大神よ。彼らは芸術家であり、船乗りなんだ。歌い手であり、吟遊詩人にして、海賊だ。騎士団じゃないの。勇敢で自信に満ちた戦士たちだが、詩を暗唱させるんだ。ゾッとするよ。で、この試練は死なのか。幸いなことに死ではないよ。試練はブレンベール隊長の金縁の竜との回収だ。隊長は何年も前に音楽と武器で霊魂を鎮めようと城の墓地へ行ったそうなんだが。なるほどね。そのまま戻らなかった。私たちはうまくいくといいんだが。死んだってこと。で、オーク騎士団について教えてくれないか。多くの騎士はほとんどが魔闘士や召喚士といった後方支援の魔法使いでな、ハイアイルに伝わる伝統的なドルイド魔法を操るんだ。なるほどね。私たちの試練は彼らの騎士団の長老を説得し、騎士団の象徴である杖をもらうことだ。魔術師と話すのか戦うのかどちらだ。そんなに単純なものではないと思うが、どうだろうな。東にあるサンゴの川の近くに旅の祠がある。そこで待ち合わせて試練の場所に向かおう。なるほどね、うん、まあとりあえず順番に全部やる感じでしょうねこれね。大垣騎士団のために杖を手に入れよう。私は魔術師じゃないが、私の方が有利だと思う。一応理由があるんだ。なんで？サンゴの川の近くにある旅の祠から進もう。じゃあ現地で、うん、何が起こっているのか話せるか。ああドライ。ドライ、少し強引だった。朝日トーナメントのために何ヶ月も準備してたんだ。それで今は師団長の宣言で途方に暮れてる。でも大丈夫。急に何を知りたいんだ。急に飲みたくなったの。ドライとはどういう意味だ。すまない。父がよく使う悪態なんだ。古いドルイド語に由来する言葉だよ。ドルイド語だったのね。私はこの城で育ったようなものだから、港で使われる悪態よりこっちの方がまだマシに思えてな。だから使ってるんだ。なるほどね、わかった。なぜオーレリアをそうも助けたいんだ。オーレリアと私は一緒に育って幼い頃から仲良しだった。それでまあ彼女が他の志願者と結婚するなんて耐えられないんだよ。特にモルテンス。あいつは本当に鬱陶しくてな。なるほどね。イソベルは何？どういうことなの？オーレリアのことが好きみたいなことなの？そういうわけじゃなくて、友達としてもう悲しんでるオーレリアを助けてやりたいっていう、ただ純粋なその気持ちなのかな。で、このトーナメントは毎年開かれるのか？いや、開催は数年に一度。日程と志願者の状況次第で決まる。なるほど。師団長は試練に手応えを求めていて、十分な人数が集まるようにしてるんだよ。なるほどな。君にも想像できるだろうが、ハイアイルの騎士団はあまり大きくないからな。うん。トーナメントはどのように行われるんだ？大陸で騎士のトーナメントがどうやって行われるかは知らないが、ここでは各騎士団が課題を設定するんだ。騎士団の課題に挑戦すると有利になる。そして各騎士団は、挑戦者から1人か2人の志願者を選んで騎士にするんだよ。かなり厳しい競争になる。なるほどね。で、君はどの騎士団に所属しているんだ？私はまだ騎士じゃない。あ、騎士見習いだからトーナメントに出場するんだ。なるほど。志願者になる前はずっと従者だった。一体どれだけ馬屋を掃除したことか。トーナメントは私が騎士団にふさわしいことを証明するチャンスなんだ。なるほどね。どの騎士団に入りたいんだ？うん、素敵な質問だな。答えるなら、そうだな、個人的にはオーク騎士団かアイアンノット騎士団が合ってるような、もしかするとアルバトロス騎士団かもな。まあそれは最後に直面する問題、勝ち抜いてからの話だよ。わかった。今のところ質問は以上だ、イソベル。古い旅の祠の近くで会おう。わかった。助けてくれるの？八大神の祝福を。オーレリア、もう一度母を、いいえ、騎士団長を何とか説得してみる。あんな約束するなんて何を考えてるの？他の志願者たちを見た？他の志願者はどんなものなんだ？ああ、ラングレーは退屈だし、ブリラネルはお金のことしか頭になくて、スネフは間抜け。あとは貧弱で弱々しいモルテンス。彼については何も言わない方が良さそう。それほどひどいならなぜ母親はそんな約束をしたんだ？それは複雑でね。簡単に言うと、母はジョーベル騎士団長は前言を撤回しないからかな。一番の理由は騎士のトーナメントは母にとってとても重要だってこと。そしてこの数年は出場者が減少しててね。なるほど。娘さんを馬の鼻先の人参にしたってことね。なるほど。興味を引くために報酬にされたのか、お前は。いいえ、まさか。母は私の幸せを望んでるだけ。まあハイアイルの貴族家の娘は利益のために結婚すべきなの。なるほどね。言っておくけど本人の利益のためだからね。母は私がそれをためらってると思ってる。それで後押ししたかったのよ、きっと。なるほど。まあでも候補者の中には結婚したやつはいないってことだろう。それを憂いてエメリック王の勇者カバナントの英雄だ。知っていましたか。今年のグランドメレーには希望者全員が参加できると思うか。出場者リストに名前が載るような派手な称号はないが、チャンスがあればぜひ参加してみたい。うん、面白い声だなお前。これはシストレス騎士団第2巻第1巻から読みてえな。ちょっと待って探そう。あるでしょう第1巻。ねえか。あるの第1巻知らないか。どっかにあるでしょうよ。話がごっちゃになっちゃうから2巻から読んだら入れません。なんかちょっとあれだな、見て回っていいかい。綺麗だな。船がついているね。ナビール港。ないかな。なんかいいですね。なんかもうさっきからさっきからいいなしか言ってねえけど、いいのよ。あなたはマイアルニリアンアルトマーかな。あ、動いている船があるよ。こっちは全然なんかあれだね、中入れないね。なんかさ、スピアヘッド号だったりしないまさかので、カリーンもいるんでしょ。てかカリーンがいるんだ。ニコちゃんがいてほしいんだけど。なんか気になるな、あの小舟。どっかに送ってくれないかこれ。あ、遠いね。なんかあんまり人気がないな。あんまり人気がないね。あ、渡れなくなってますわ。でもみんな今多分あれなんだろうね、仕事どころじゃないんだきっと。サファイアトーナメントに夢中なんだ今。仕事してるやついないもんほら。なんかあっても良さそうだけどな。何もないんですか。何もないんですか。何変わりそうだと思ったんだけど。あ、これは渡れるでしょどっかに。シルバースワン。どこシルバースワンって。あれ嘘でしょ。あ、でも移動できない。すげえなあれ。あんなでかい船見たことない。ダガーの船だね。あの頭が見るところ。ほらライオンの獅子の頭がある。あれがシルバースワン。シルバースワンなの銀の白鳥だけど選手には獅子の頭があるんだまあいいか。多分あれに行ける小舟でしょあれはきっと。これは面白くなってきたなあれ行けないの。行けるけど、あそこから全然入れる家がないな港は。まあいいや。だから多分シルバス湾に移るための場所ってだけなんだろうね、きっとね。あ、どうりかいるぞ。グルブ。グルブ何してんだ？おもむろに床をぶったたいてるけど。グルブ。次はよそでやれ。ここじゃ俺が仕事してんだ。すもすん。いいキャラだ。いいキャラだ。ボルリロス。うせろ本土人、お前と絡む気はない。なんか感じの悪いやつばっかりだな。歌ってるよ。それはなんだ。これかい。どれを見たの。どれのを見ていったの。それでも全て時間内に終わらせるつもり。ああ。え、ちょっと待って、新しい楽器弾いてるな。またあれだね。また私の頭の中にささやいてるね。口が動いてないもん。テレパシーでは歌を伝えてきてるわ。最近多いな、口が動いてない人。口が動いてない歌い手さん多いな。口パクか。レディクレバーブーツ。アノルドですね。クレバーブーツ。賢い靴。うん、レディデフトハンズ。可愛らしい顔してんだけど、頬にすげえ傷あった。可愛らしい顔してんのにね。シェルラッシュ。私は戦いに来たのに、補給係とかまどのそばのテントを与えるなんてどういうこと。侮辱を与えるためだとしたら上出来だよ。戦いたいのか。あ、ちょっと待って、このマークミリー。このマークあれだよね、超越騎士団。こんなところまで何かやっぱり関与してんだな。この家入れない。あ、羊ちゃんがいるよ。入れる家ないね。ちょっとね、じっくり回ってなかったのよ、ナビゲー城。なんかでもあれだな、人がちょっとまばらというか、あんまり賑やかじゃないね。話す時間はないの。城の港がこんなに混雑しているのは初めて。混雑してる。女皇爵の機関も湾に停泊してるし。ほう。女皇爵の船がシルバス湾か。あ、なんか回復魔法使ってなかった今。マキシエンミルバン。どの剣がいい？刃が鈍ってるなら。ギリギリ持ち上げられる重い剣がいい。敵が立ち上がれなくなるまで打ちのめすんだ。打ちのめされたみたいだな、どうやら。トリブラダレン。初めてトーナメントに来たけど驚いたわ。華麗に威厳を示すことにかけてはブレトンが一番ね。あったよ、一巻。シストレスの騎士団、シストレスの騎士団第一巻。騎士の年代史家、エダナー・オギエチョ。ごきげんよう読者よ。私はアルバトロス騎士団の志願者たちの中で駆け出しとして訓練しながら青春の大半を過ごした。しばらく時が経ってから自分の才能は騎士よりも年代史家の、知識の、編集者と呼んどこう、ここは。に適していると気づいた。それでも故郷の島々に住む、勇敢な騎士団について手に入る限りのことを記録し調査する欲求が私の研究生活にずっとつきまとっていた。そして今私は上妙の者の筆によって生み出された中で最高の騎士団についての本を書いている。アルバトロス騎士団。まず騎士団組織の中でも頂点にあり、勇敢さも抜きんでたアルバトロス騎士団に目を向けよう。この騎士団の最初の騎士は、第2期初期に逃亡をしてきて、ハイアイルに騎士団を築いた。それ以来休まず活動を続けている。比喩を許していただけるのなら、アルバトロス騎士団はその広げた翼の大きさを誇りとしている。活動中の騎士とニールンを探検した、割合の両面で彼らの数は、初頭に拠点を置く他の騎士団を圧倒している。これはこの騎士団が冒険と発見、大胆な偉業に注力して本土から入団者を引きつけているからこそ可能になったことである。現在の指導者メルフレンル・フルーリー卿は空に浮かぶ星の数よりも多くの島をアビンシアン海で発見したと主張している。幼少期の大部分を彼の庇護の下で過ごした私は、これが事実であることを証言できる。確かに私は星も今日の発見も数えたことはないのだが、比較し得るものであることは確かだ。ファンテのトレイラは、親の遺産を期待できない。貴族の子供たちに自分の力で遺産を築く手立てを与えるためにこの騎士団を創設した。自身も第4子であるフォンテノットは自分の行いへのあらゆる表彰を拒み、謙虚に日々を過ごした。伝説によると彼は、仲間の騎士たちに自分の名前から肩書きを外すよう頼みさえしたという。フォンテノット・レイラは、まさしくアルバトロス騎士団への入団を望むすべての者が目指すべき存在である。なるほど。これがアルバトロス騎士団の全容。アイアンノット騎士団。編纂というもんだね。アイアンノット騎士団。その数多くの武勇譚にもかかわらず、アイアンノット騎士団の始まりは、アルバトロス騎士団以上に伝説的である。創設者の、ジョダン爵ベレーネ・シャティオンはあの前期海軍と共に航海した。彼女はスロードと戦い、記録を信じるならスロードの腐敗のため片腕を失いさえした。その犠牲をと勇敢さを称えるためにこの騎士団の第2は片方の手に黒い、コテを身につける者もいる。なるほどね。ハイアイルの統治者は他のどの騎士団よりもアイアンノットに注意を払っている。これは気まぐれな推測などではなく、この騎士団自身の記録と報告によって証明されている。彼らは数世代も前まで遡るハイアイルの貴族から新書を保管しているのである。アルバトロス騎士団の騎士のようにアイアンノットの名声には数多くの大胆かつ勇敢な偉業が結びついている。彼らは武術に優れていることで知られており、路上でもトーナメントでもたゆまぬ訓練が行われている。とりわけ私はアイアンノット以上にうまく剣を扱える騎士団を知らない。入団を認められたその瞬間から、従者は、最強の戦士以外を全員振り落とすための、容赦ない試練に立ち向かうことになる。結び目の勇士は困難のない生活に耐えられず、戦場にいないときは、大半の時間をトーナメント上で過ごしている。ハイアイルの現在の統治者はアイアンノットを高く評価しているが、彼らを管理するのは困難だと感じている。統治者たちは、個々の団員が地域の他の、騎士団と戦うのを防ぐため、明確な目的を持たない。長く回りくどい任務を与えて出発させることでナビール城にいる騎士の数を大きく減らした状態を保っている。アイアンノットの現在の団長であるモリック卿は、この過保護に苛立っている。彼は自分の騎士たちを率いてタムリエルの戦場に向かう日を心待ちにしているのだ。モリック卿は密かに資材を蓄えて遠征資金を捻出しようと試みているが、エリア女公爵はアイアンノットにトーナメントで見栄えを整えるには十分だが、独立を得るには至らない程度のゴールドしか与えないように、細心の注意を払っている。なるほど。変な気を起こさない程度の給料は払っていると。ただ文句は言わない程度は払ってますよと。なるほどね。面白いな。なるほど、ここか。じゃあ第2巻読もうか。メレペッペア。セリーナ・ベレール。話しかけられません。トーナメントマスターラナルデ。おお、元気にしていたか。参加しに来たのか、観戦に来たか。どちらにせよまた来てくれたのだな。ここで何が起きているんだ。決まってるだろう。サファイアトーナメントが進行中なのだ。私はデュフォート助講爵とジョーベル騎士団長から祭事監督という重要な役割を仰せつかっているのだ。重要な役割のようだな。この途方もなく名高い祭事の企画と実行を助講爵その人から頼まれたのだ、至極当然だ。他に誰ができる。私には人脈がある。トーナメントに品評会、祝宴、そして任官式、結婚式、果ては葬式までをも扱ってきたのだ。なるほどね。トーナメントではどんなことが起きるんだ。両手の指では数えきれぬぞ。芸人の一座を丸ごと一つ確保し、料理の達人が数人がかりで世界中から集めた珍味を準備しておる。なるほどな。あとは何といっても馬上やり試合だ。これがなければ正式なトーナメントとは言えないからな。おかげで忙しいようだな。忙しいどころの騒ぎではない。このトーナメントが終わり、会場を撤収し、皆に金を払ったらもう一度最初から企画を始めるのだ。次のトーナメントはほんの数年先だからな。私はこの仕事を愛している。なるほどね。こういう人がいるからしっかりしたものが生まれるんだろうね。さて第2巻読みに行こうが。ちょっと待って、どこにあったっけな。この辺りじゃなかった。今度は何がしたいんだ。第2巻。第2巻が読みたいんだ。あれ、見失ったな。なんかどっかテントの前になかったっけ。こうだと思ってたけど違った。第2巻。あれ、どこだか忘れちゃった。ちょっと見つけたら読みますんでね、すいませんけれども。なんかでも港に入る前だったな。こっち側だったね、もっとね。あの辺りだ。この辺り。あったあったあった、これだ。シストレス騎士団第2巻、ごきげんよう読者よ。第1巻ではアルバトロス騎士団とアイアント騎士団を扱った。そのため、尊敬を集められるこれら2つの騎士団から離れて、シストレス諸島の残りの騎士団の説明に移ろう。オーク騎士団、シストレス諸島を拠点とする最も新しい騎士団であるオーク騎士団は、軍事的戦闘よりも魔術や魔法の知識を優先している。このため、食材はない？ああ、勝手に食べろ。戦闘よりも魔術や魔法の知識を優先している。このため彼らはドルイドと親密な関係を築いており、しばしば彼らの高度な魔法の知識の基礎として、ドルイド出身の死の名を挙げている。最近ではオーク騎士の一部が破壊魔術と召喚魔術の領域で魔術師ギルドの呪文制作者をも上回るほどになっている。すごいな。残念ながらオーク騎士団はその方向性と能力のため少なくない数の敵を作っている。アイアンノットの騎士たちはオーク騎士に対する軽蔑を隠さないことで知られており、彼らは多くの騎士が真の騎士に相応しい騎士道と戦闘に対する敬意を書いていると述べている。なるほどね。さらに魔術師ギルドの召喚者しばしばオーク騎士団の技能を脅威と感じ、この騎士たちは正当な魔術の実践者ではないと主張している。それでもオーク騎士団には強力な味方がいる。ダマード伯爵はオーク騎士団に個人的な演習と教授を、施しており、高く評価されている。貴族たちは明らかにオーク騎士団を支持する意義を、理解している。この騎士たちはよくその魔術の力を貴族の名家に、提供することで様々な事業の手助けをしているからである。小規模な騎士団及び、解体された騎士団、シストレス諸島を拠点とする他の騎士団に触れなければ、有能な年代しかとは言えないだろう。というのも、ここまで詳細に解説した騎士団は、この諸島の騎士の、大半を要しているが、現在及び、過去に存在した騎士たちの全員ではないからだ。例えば、数世紀前、デスバローと呼ばれる騎士たちがいた。この騎士団がなぜ勢力を失ったのかについては記録がないが、この騎士団の拠点が無人の荒野と化しているという報告は数多い。それでも最盛期の頃、デスバローの騎士たちは地方を巡回し、分断と流血の時代に平和を保っていた。現在も活動中の、ブレイデッド・バイン騎士団は、ドルイドの騎士団である。この騎士団がドルイドの理念への関心を引き起こすために形成されたのか、それとも本当にドルイドの技を騎士団のライフスタイルに組み込めるという考えがあったのかはわからない。いずれにせよ、この騎士団は主に森とドルイドたちが神聖と考える島の各地を守ることを任務としたストーンロアサークルのドルイドたちで構成されている。なるほどね。最後は単なる伝説と考える者もいる。謎に包まれた炎と影の騎士団である。現存する書物や歴史記述が、示すところに基づく限り、この騎士団はたった一人の騎士で構成されており、長期に及ぶ秘密の訓練の後で、後継者に、責務を受け継がせる。炎と影の騎士は、数世紀の間に何度か目撃されており、貴族に協力する場合もあれば、民たちの中にいて積極的に反乱を呼びかける場合もあった。残念ながら彼らの素性や、居所、動機についてはこれ以上の情報はない。炎と影の騎士の噂はここ数年聞こえてこない。私は肩書きを有する最後の者が遺産を受け継がせる前に死去したのではないかと疑っている。気の重くなる考えである。なるほどね。カニがシーフード。カニ食べ放題なのここは。重いな。カニ食べてえな。さてと、ちょっと寄り道が過ぎたかもしれんが、行こうか。まずは、どこに行ってくれって言ってたっけな。イソベルはどこに行ってくれって言ってたっけな。これだ。じゃあ旅の祠開けて移ろうかね。鶏が鶏がずっとついてる。いいんだよ別についてこなくて。早いな君、足が。それは何？これ鶏です。ここか。でどこにいるんだ。あ、いた。ああ、遠くでスネフの叫び声が聞こえた気がする。スネフ、彼も志願者なんだが、とにかくひどい男でな。ま、気にせず進もう。うん、分かった。長老と杖だな。で、どこに行くんだ。実は今回、わずかに有利だ。長老はアーリブルという魔導士で、我が父の友人なんだよ。ああ、なんだ、じゃあ面識あるんだ。小さい頃はよく物語を話して聞かせてくれたものだ。へえ。小柄で楽しい、いい人物だぞ。彼から杖を盗まねばならないのか。そんなことはしないぞ。盗むなど。そうだ。騎士道に戻る行為だ。アーリブルのことだ。課題は魔法や策略ではなく、思考や論理に関わるものになるだろう。わかった、じゃあその魔導士を探そう。まずは。よし。私の記憶の通りなら、南にある海岸近くの洞穴に住んでいるはずだ。多くの長老は人目を嫌うんだよ。なるほどね。騎士団に魔術師がいるとはあまり聞かないけどな。物語の騎士といえば、剣と栄光を重んじるものだ。うん、私のイメージもそれ。この地にはドルイドがいて、深く根付いている。シストレスの子供は皆ルーンや自然、真の道について学びながら成長するんだよ。ではオークルの騎士団はドルイドのグループなのか。かつてはそうだったんだと思う。だが今は誰でも入ることができる。イフレの道を学びたいと願う魔術師以外だろうとな。ハイアイルではよくあるちょっとした人生の転機の一つなんだよ。でこの先か。入り口はどこ？なんかぐるっと回りそうだなこれ。この中心部分にあるね。なんかやってんなあそこ。リーフバイパーに襲われているドレッドセイルの剣士がいるぞ。ちょっと様子を見てみようか。あ、ちょごめんなさい。やられてんな。でもシーエルフもちょいちょい死体が浮かんでるわ。あれは仲間が助けに来たぞと思ったら帰っちゃったけど。なんだよ。おっとお、スカイシャードがあります。なんだろう。これなんだろう。人工物だな。顔にも見えなくもないね。優しいおじいちゃんの口からスカイシャドウ生えたみたいな。そういうふうに見えなくもないね。なんだなんだ。これ何？なんかやったらなんかあんのかな。なんか出てきたぞ。あ、なんかでもなくなったね。何が起こるんだろうこれで。ここか。スヌフとブリラナルに先を越されたな。あれか。遅かったな従者よ。スネフが最初に到着した。はあ、はあ、私たち同時に着いたでしょこのバカ。それでも遅かったんだ。これがスネフ。魔導士の魔法も俺の力と高潔さにはかなわない。スネフ王子だ。名誉のために。どこ行ったスネフ。スネフ。なるほど、頭を使わないとダメみたい。そうみたいだね。こんな障壁くらい解除できるわ。やってみろ。猫になっちゃった。アーリブルは手加減しないみたいだ。ここの鍵は柱そのものにあるんだと思う。見てみろ。注意深くな。注意深く。なんだろうこれ。森なんと読むのこれ。わしの柱。鳥だ。森のサギみたいだ。サギって読むのかこれで。木の結びの目の柱。そこの枝、スプリガンを表していないかこれね。キャッツパウの柱。キャッツパウ？うん。キャッツパウって何？イソベル、キャッツパウって何だ？これはおじいさんが。なあ、障壁を突破する方法が分かった。もう分かったの？小さい頃に聞かせてくれた話に、柱やシンボルが出てきたんだ。この障壁は彼が語った物語から来ているのか？ほぼ同じものだな。こんな話だ。思慮深き老賢者は家の周りに障壁を巡らせた。自分が育てる小さな女の子を恐ろしい闇の騎士から守るために。なるほど。やがて女の子は成長し、強き戦士となった。だが賢者は聖なる森を出る方法を本人に考えさせた。物語の障壁はどうやって解除された？物語では柱のシンボルに鍵があったんだ。例えばあそこの猫みたいな。キャッツパウは暗い森で育つ小さくて可愛い花だ。花なんだ。それとあの鳥は森サギみたいだな。絶対にあの鳥の羽が必要なはずだ。三つ目の柱の枝は何なんだ？前に見たことがあるな。これはスプリガンを表すドルイドのシンボルだ。物語では女の子が森に住むスプリガンと友達になった。その子はスプリガンズベールと彼らが毎年落とす葉の冠を身につけたんだ。それらの品を見つけてきてくれるか？私はこの場所を守っておく。簡単な仕事だなお前の。サギの羽、キャッツパウの花、スプリガンベールを手に入れたな。なんか日本語おかしかったね。手に入れたなって言ってたけど。手に入れてくればいいんだろう。そんなに遠くないね。全部近くにあるわ。で、ここには何があるんだ？熊が背中かいてるな、岩で。切り株かなあれは、うん、背中かいてるね。かゆかったんだろうきっと。かがせておいてやろう。これキャッツパウ。ああなるほど。なんかちょっと猫耳っぽい花びらしてるからキャッツパウなのかなもしかしたら。あ、背中かいてるだけのクマちゃんやってる人がいるな。背中かかしてやってくれよ。ああここね。はい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 。なんかあれだ、顔のねえ石像に木の冠、うん、これですね。なんかスプリガン倒さずに手に入れる方法ねえのかな。来ちゃったすまんな。あ、取れた。森の動物呼ぶね。これね。この顔はやっぱり削ってるだろうなこれは絶対に作り物でしょ。あんなもんが自然にできたら怖いわ。で、森サギの羽。これ何なんだろうね。オルナウグ、うん、なんかこう水を飛び跳ねてる、あの海を飛び跳ねてる様子をちょっとなんか動画で見たことがあるな。これで OK か。魔法の障壁を下げる。あ、ドゥルージンだよ。何やってんだドゥルージンは。何かするわけでもなくやったー、今日の夕飯が手に入った。そんな感じかそんなわけないか。急に現れたな。おかしすぎる夢を見たの。猫だらけの家にいるんだけど誰にも助けてもらえない。あれは魔導士の魔法だったの？なんだか急にどうしても魚が食べたくなった。お前と志願者イソベルに出し抜かれてしまったなやるじゃないか海沿いに。いい働きだった。なんか爽やかな嫌なやつだな。戻ったか。羽と枝と花はあったのか。ああ見つけたよ。これを置いたらいいの。森先の柱に羽を。立派な鳥。今にも糞をしそうだ。なんか輝き出したな。これは木の結び目の柱。スプリガンズベール力強いな。そして最後にあーちゃんキャッツパー。キャッツパーだけなんか見当たらなかった。やったよしやれたな。なんてことはない。長老のコテージに入る。綺麗だね。なんか鳥の巣箱設置されてる。たくさんいい色ですな。井戸なのこれ埋まってるけど。蜂の巣だねこれね。違うかな。多分そうでしょう。いけないこれ。いけません。これなんだろう。あ、洗濯ばさみかこれ。なるほどね。あ、ちゃんとでも靴下っていう文化があんだねへえ。アーリブルのコテージ。話してくれるか。私は汗だくだから。なんで汗だくだとダメなんだ。私だって汗だくだよ。いろんなところに使いっぱにされたからな。お前にだよくぞ来た。すげえ衝撃を突破したようだな。すげえタトゥー入れてんな。後ろにいるのはイジーか。イジー？彼女の改造人を務めている。小さい頃の彼女を知っていたのか。ああ、そうだ。彼女であってほしいと思っていたよ。イジーは勇敢なミリエットの物語を覚えていたんだな。二人ともここに来てくれて嬉しいぞ。最近はほぼ私と森の霊魂しかいないからな。杖を持って行っていいかもちろん構わんよ。いいんだパズルを解いた者が杖を取る。問題ないだろう。ああそういうことだったのね。外のコテージに立てかけてある。頑張れよ海賊人。ありがとうアリブル。さあ行け。杖をむやみに向けないようにな。なんで？その杖は私と似ていてね、古くともウサギの耳だって切り落とせる鋭さを備えている。注意してもて。なるほど。イソベルに試練を完了してほしかったのか。いやいや、まさかひいきをする気はなかったよ。この課題を私のお気に入りの本から直接抜き出しただけさ誰が私を責める。私はイカれたローマ同士なのささあおいで、もう従者じゃないんだ。控える必要があるか。ありがとう。ずいぶん経ったのにまだ心配してくれるんだな。あとは杖をもらえば多くの試練はおしまいだ。おしまいって悪い意味じゃなく完了という意味だからな。分かってるよ。分かっているとは思うが。分かってるよ、もちろん。なんか嫌だな、そんなこと言うと。杖持った瞬間になんかあるんじゃねえかってなっちゃうな。これね、うん、すげえ杖。野生の森の杖。杖を見つけたぞ。アーリブルが騎士団の代表だと聞いていい予感がしてたんだよ。やったな。多くの試練を終えて嬉しいか。ああ、小さい頃にアーリブルから聞いた物語であり、私が今日トーナメントに参加した理由の一部だから。なるほどね。正直に言うと彼がまだ私を心配してくれるなんて嬉しい。奇妙で素敵な人だな。じゃあ先に進もう。じゃあ次だな。アルバトロス騎士団のことを教えてほしい。ああ、八大神よ。彼らは芸術家であり船乗りなんだ。歌い手であり吟遊詩人にして海賊だ。勇敢で自信に満ちた戦士たちだが、詩を暗唱させるんだ。ゾッとするよ。うん。この試練は詩なの？幸いなことに詩ではないよ。試練はブレンベール隊長の金縁の竜との回収だ。隊長は何年も前に音楽と武器で霊魂を鎮めようと城の墓地へ行ったそうなんだが、そのまま戻らなかった。私たちはうまくいくといいんだが。うん。アルバトロス騎士団のために竜とを探そう。イソベル？あれ？オーレリア、ここで何を？なんで？怒らないで。って、無理か。後をつけたから。後から行くよ。オーレリアと話して無事を確認したい。わかった。やっぱそういう間柄なの、君たちは。ついてきてごめんね。ただ、何かできたらと思って。助けてくれたら嬉しい。順調に進んでいるよ。オーク騎士団の試練を終えたばかりだ。本当？ああ、嬉しいわ。城の奥でじっと座って待つのは苦痛だったよ。なるほどね。みんなに同情されたわ。母と大声でやり合うこともできやしない。うん。で、失敗したら本当に結婚させられるのか。母の約束から私を解放してくれそうな志願者は島にたくさんいるけど、今年のトーナメントにはいない。なるほどね。ブリラナルもモルテンスもラングレーもみんな魅力的な商品として私を見てるのよ。うん、結婚すると彼らにどんな利益があるの？ラングレーは潮だまりぐらいにそこの浅い男よ。私の顔だけに価値を感じてる。なるほど。ブリラナルは私を女性じゃなくコインの山だと思ってるわ。なるほどな。モルテンスは最悪。あの男は楽して伴侶を手に入れたいだけよ。そんな男たちになぜ母親はそんな約束したんだ？今に始まった話じゃないのよね。母はこれまでも私のために何か手配してあげなきゃって考えてきたんだけど、それはやめるってことで決着がついたと思ってた。まあ母は私が大切なのよ、とってもね。この件は母の英雄的な虚勢と私への愛情が組み合わさって起きたと信じたいわ。うん、母は良かれと思ってたから強い男にね、うん、娘を託したいんだと。サファイアトーナメントを優勝するようなね、素晴らしい男性に、騎士に娘を譲りたいんだと。うん、良かれと思ってやったんだけど最悪なやつらばっかりが集まっちゃったよと。うん、そういうことでしょう。さてこれか？城の礼拝堂でイソベルと出会う。これだな。もう1時間か。旅の祠使おう。晴れたね、そういや。いいぞ。罪状は窃盗に。どうした？ヤギの密輸、詐欺、貴族の面前で下品な言葉を多用したことだ。どうした？ヤギの密輸と貴婦人の侮辱？私は恐れられた犯罪者なのよ。そんな罪を私に着せるの？ここに記された罪状により、みなしネルビロは死ぬまで首吊りの刑に処すものとする。ただし、おい、裁判の邪魔をするんじゃない。何をしてるんだ。これまでの中でも最も捕まえにくい海賊を捕まえた。みなしは私の捕獲を7度逃れてきたが、ついにあの女がもたらす恐怖に終止符を打つことができた。なるほど。今回こそ自由になって罪なき者たちに危害は加えさせん。また逃げられない自信はあるか。自信はある。拘束を自分で確認したんだ。今回こそ捕らえた。ただ、またか。止まれ。これは命令だ。止まれ。止まれと言ってるだろう。何を見せられたんだ俺たちは何を見せられたんだ、小ネタを仕込んできてるな。逃げられてるじゃないこれだね。八大神よ、私に力を。この卑劣な嘘つきめ。どうした？この名は小さな結び目があるな。地下墓地の入り口の鍵は大抵扉の近くにある。だが誰かが取っていったんだ。競争相手の誰かが？ドライ。違うといいけど。志願者同士が直接お互いに妨害するなんて考えたくない。それに君の目を見ると、ロックピックはやめてくれ。ロックピックダメなんだ。なんで？私たちにはあの鍵が必要だ。ロックピックは使えないんだな。で、他の鍵はどこにあるんだ。ああ、手分けして探そう。私は城の執事と話しに行く。君は騎士団長の部屋に行ってくれ。終わったらここに戻ってほしい。ステンダールのおぼし飯があればどちらかはうまくいくはずだ。わかった。ではここでまた会おう。まさか鍵を取るやつがいるなんてな。なんて子供じみたことをやったのはモルテンスだろうな。モルテンスのやつ。アルバトロス騎士団は海賊だと言ったか。本物の海賊じゃないぞ。彼らは馬じゃなく波に乗る騎士なんだ。それに歌う。そう、歌を歌うんだよ。ほぼ海賊だな。じゃあ城の周辺には彼らがアルバトロスと呼ばれるのはすごくやかましいからだって古い冗談があるくらいなんだ。分かった、彼らは楽器を手に入れさせたいんだな。そう、黄金の竜と。何年か前、騎士団の隊長のブレンベール卿が凶暴な霊魂を退治するため地下墓地に降りたんだそうだ。デュフォートの貴族だったのかな、わからないが、最終的にブレンベール卿は戻らなかった。なぜ歌って後悔する騎士団が亡霊を追いかけるんだ。正直言うと、私はこの騎士団には入らないと思う。変わった集団だからねでも、ちょっとわかる気もするんだ。彼らは騎士道を追う吟遊詩人なんだよ。常に新たな冒険と新たな物語と追い求めているんだろう。なるほどね。礼拝堂で会おう。わかった。地下墓地の入り口は階段の下だ。ちょっと待って、俺はあれか、城に行かなきゃならないのか。いい感じだなこの城は。